レンダリングエンジンとは、レンダリングを行うソフトウェア部品。情報を読み込んで、特定のルールに従い適切な表現に変換する役割を担う。レイアウトエンジン、レンダラーとも言う。情報がデジタルデータの場合、適切にレンダリングを行うためには、レンダラーの書式に従って保存されていることが必要となり、また一般的にデータの名前やデータ中のヘッダーに、 レンダラーの条件が付けられる。例えばコンピュータにおいて記憶装置中に格納されたある領域に羅列するデータ列が書式に従ってデータの名前、形式、データの始まり、データの終わり、エラー訂正のための上長情報などが書かれていれば、これを適切なレンダラーが読み込むことでファイルとして認識することができる。この場合の書式はファイルシステムが定義しており、 ファイラーがレンダリングエンジンとして機能している。アプリケーションソフトウェア内部に組み込まれていることもあるが、独立したライブラリーとして提供されたり、ソフトウェア同士の連携によって外部から利用されることもある。多くのコンピューターで上記のファイルとして認識されたデータをさらに別のレンダラーが連携で読み込み利用している。ありがとうございます。